Bom dia! Vamos aprender português! おはよう! Bom dia! ありがとう! Obrigado! お金貸してください! Por favor! Empresta dinheiro para mim! はい、というわけででして、今日はですね、こちら横浜市は都筑区にあります、新梨公園にお邪魔しております。新梨公園といえば、そう、新梨 SC、新梨 SC、今日インタビューするコーチは吉岡コーチです。さあ、みんな楽しみに待っていてくださいね。それでは、行ってまいります。それではまた、チャオ。こんにちは。こんにちは。さあ、今日は吉岡コーチ、やっと来た、出番がやってきましたね。まだかまだか。まだかまだかと。保護者の方。みんなね、そう、保護者の方にも言われるし、いつ聞かれるんだろうっていうので、台本ちゃんと用意してるコーチもいるらしいですよ。はい、まあ今日は台本なしで、ちょっと聞きたいことあるんでいいですか。はい。まあまあ定番なんですけど、サッカーを始めたきっかけ、吉岡コーチが。はい。うん。始めたのが小学校1年生の時。1年生、早いね。で、最初はおそらく友達作りで、うん、父親の方からサッカー始めないかと言われて、うん、でちょうどその引っ越したタイミングで、うん、友達も誰もいなかったので、はいはいはい、じゃあサッカーを通じて、まあ、友達作ろうというのがきっかけ、うん、じゃあサッカー選手に育てようとかじゃなくて、ま、くもう友達を作る、まあ親もね、そうだよね。そうですね。うん。じゃあ野球やってたかもしれないね。可能性としては。そうだよね。そこの地に何が流行ってたかによって、もしかしたら野球かもしれなかった人生だね。そうですね。ちょうどその引っ越したところに、うん、まあ少し強いチーム、うん、まあ、有名なチームがあったので、うん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 、でそこに、まあサッカーをやりに行った形です。はいはい。じゃあ小学校1年生で始めて、はい、挫折なくどこまで。ああ、でも一回高校生の時に実は一回サッカーやめてまして、うん、その理由は、その理由は聞いていいもの。いや、全然大丈夫です。まあ、単純に、まあ、サッカー部の人数がすごく多くて、うん、一応入ったには入ったんですけど、うん、あまり練習できず、あ、まあ、多分他のコーチとかも聞いても1年生の時大体そんな形みたいなので、まあ、大体1年生はもうここ名前書いてね、大きく T シャツでやるのは当たり前だから、はい、そこでもっとグッと我慢してやっていればよかったんですけど、うんうん、当時の自分としてはあまりサッカーで練習できず、うん、これはあまり良くないのかなってので一回やめてしまった。なるほどなるほど。で高校自体はじゃあそこからやってないんですね。やってないです、うんうんうん、でそこから、うん、まあ、大学生の時に、はい、あんまりサッカーやる気はなかったんですけど、うん、まあ、たまたま友達がやらないかっていうので、はいはい、そこから大学でサッカーを始めて、はいはい、まあ、そのまま今まで。それは部活で。部活で。ああ、じゃあもう結構もったいない高校生活が。そうなんです。でもその期間があったからこそまたサッカーのめり込めたってのもあるからね。うんうんうん。まあ、今となってはまあ高校の時もっとやってればよかったなっていうのはあるんですけど、はいはいはい、まあそれはそれでいい。うんうん、機会というか。なるほど。で大学でサッカーやって、なんか大学時代サッカーでなんかあれやってたって言ったじゃないですか、趣味なんかジムだから。ああ、やってました。関東。いや、神奈川県です。神奈川県のサッカー、大学のサッカー連盟、連盟の事務局、事務局なのかな的なものをやって、はい、試合を回してたと。まあに近いです ね。そうだよね、はい、だからそういうことが、まああれボランティアでしょ。ボランティアです。でやれちゃうんだよね、大学生がね。やってました。うん、それで大会を回してたわけですよね。はい。なるほど。でそっからは、大学卒業して、でからすぐサッカーじゃなかったよね。そうですね、まあいろいろ、まあ紆余曲折というか、うんうんうん、仕事をしたんですけど、うん、まあ、やはりサッカーに関わる仕事がしたいなっていうので、うん、まあいろいろやって探した結果、うん、まあここに。そうだよね。ここきっかけ何だったっけ。きっかけは、もう吉岡こっち長いよね、はい、きっかけ思い出せないんで。他の人はね、なんか面接したとかでこう覚えてるんだけど、うん、俺面接もしてないもんね。してないです。だよね、はい、違うよね、コーチね、多分ね。もともとは、うん、そのサッカー関係の仕事を探してて、うんうんうん、さあ今の、まあ、奥さん、うん、まあ、当時彼女だったのが、うんうん、たまたまバイトの、うん、なんか冊子にこれあるよみたいなの持ってきてくれて、うんうんうん、ああじゃあ一回試しに連絡してみようかな。タウンワークだ。だと多分タウンワークだ。タウンワークで試しにバイトしようかで、で行ったところ、うん、まあ楽しかったというか、うんうん、充実できたので、うん、じゃあそのままバイトをしてみて、うん、でもしよかったら
そのまま社員になるかなと。なるほど。それでもう何年？もう11、あ、バイト時代は12年。12年。さあ、はい、12年の指導経験を積んだコーチがね、指導のこだわりっていうのをね、聞いてるんですよ。はい。指導のこだわりは、はい、吉岡コーチにとっては。そうですね。まあ、僕の、まあ、性格にもよる、うん、とよるところはあるんですけど、うん、ルール、うん、をしっかり守ろうと、うん、はい、でそこは、まあ、挨拶だとか荷物だとかそういうのもそうなんですけど、うん、サッカーの中でも、うん、なんだか僕自身が、まあ、イタリアが好きなんです、うんうん、でイタリアやっぱ守備の国で守備の戦術が好きでそこにも当てはめたいというかここにこう来たらじゃあ必ずここいようとかそういうルール作りが好きなんですね、うん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 、なのでまあ、結構僕が指導してる子供たちはああそうだなっていうのは分かると思うんですけど、なるほどなるほど、あと2歩下がってくれとかあと2歩右ってくれとか、なるほど、そういうそれちょっとルール約束違うよね。それは何、80年代90年代のイタリア、もともとは90年代のマルディーニとか、あ、そうです、そうです、その辺の時代で、はいはいはい、まあ、そのままを持ってるわけじゃないんですけど、はい、その流れを組んでて、うんうんうん、でもそれ分かる。俺もやっぱりコーチやってた頃はそのブラジルのね、はい、ロベルト・カルロスのその左からのあの上がりが大事だから、このパスで来た時に左から必ず上がれよとか、そういうことだよね。そうです、そうです、はいはいはい、っていうのを、うん、あのルール作りをしてやっていくのはこだわりの一つ、うんうん、確かにね。今のね、あのこれあんま大きな声で言えないんですけど、イトアノのトップチームがそれがやっぱりこのサッカー感をやっぱなかなか知らない子が多くて、なぜこの位置なのにディフェンスはパスをこの位置でもらわなきゃいけないのにここにいるんだとか、うそういうの多分ね小さい頃教わってはいないと思うんですよ。だからその大事かなって、サッカーのそのそうですよ、ね、まあね、国はともあれ ね、 ね、ルールというのはねすごく大事だなとは。なるほど。それをじゃあ自分の中の指導のこだわりとして、例えば一つゲームじゃないにしてもシュート練習一つとってもそういうコミュニケーションというか、はい、でやっていくっていうのは自分の指導の組み立て。そうです、うんうんうん、まあ、ただ子供たちの個性だとか、うん、まあ、自由にやってほしいというのはあるので、うんうん、そこまでキツキツにはしないですけど、うんうん、でも絶対こっちの方がいいよねっていう言い方をして、なるほど、やっていきます。それで、じゃあある意味正解があるわけだからね。そうですね、こう、はい、その正解にうまく動けなかった時は吉岡君じゃあどうなるわけだね。それないし大丈夫、大丈夫じゃない、みんな知ってる、もうみんな知ってるから。そう怖いよね、あのコーチって。そうですね、いや怖いよ、ちょっとあの取り払わないといけないから、怖くないんですよっていうのをちょっとアピールしないといけないから、あれはだからルールをちゃんと徹底的にやってる中で忘れるなよって、そうです、そういうことだよね。その動けないじゃなくて、言ったことを忘れちゃってるよねってことに対して、昔その、まあ、卒業した子なんですよね、はいはい、あの誰コーチだったの、誰かコーチが吉岡コーチすごい怖いよね、怒られるじゃん、うんうんうん、でも吉岡コーチ言ってること合ってるから、うん、で悪いのは僕らなんでっていうことを言ってたらしいんです。素晴らしい。ああそうなんだ、ちゃんと言ったことは伝わったと、はい、じゃあただ闇雲に怒鳴ってるわけじゃないよと、はい、ってことだね。っていうのを理解してくれてたんだなって思ったのはちょっと嬉しい。大丈夫です、はい、皆さん理解してるんで大丈夫です。本当怖いだけじゃないってことが分かったんで、なるほど、そういうルールのもとに自分の指導っていうのを組み立ててやってるという、はい、まあちょっと本当、まあちょっと他のコーチと比べるわけじゃないですけど、やっぱこう深い一歩上なんか行ってたかなって、やっぱ10年2年のねキャリアがあるからかなと思います。さあ、まあそんなんで怖いコーチっていうねことがあの取り払えたんで、早速プライベートについて聞きたいんですけど、先ほどちょっとちらっと出たその彼女がいて、はい、お付き合いをして結婚されたと、はい、で今お子さんは2人、4歳と、はいはい、来週あ10月で2歳。ああ2歳、はい、4歳と2歳、はい、要は中学校1年生と3年生ってことだよね。あの年齢としてはごめん、そういうちょっと例えしか思いつかないんだけど、はい、2歳差っての1歳差ってのかな、はい、うん、ああそうで、男の子女の子2人とも男の子、男の子、はい、じゃあ4歳と2歳でもうサッカー始めてる、いや始めて、上の子は始めてて、上の子始めてる、下の子ももうそろそろ、はい、連れてきたいかなと、はい、どうなんですか、公園で例えば4歳の長男の子とサッカーやってて、またいやむしろ逆に何も言わずに自由にやらせて、うん、じゃあパパ球蹴ろうよ球蹴ろうよってサッカーしようよってなったら普通にもうサッカーやって、やります、やります、
違うよ、おい違うよ違うよとかっていう。ないですね。ないんだね。何もないです、ね。何もないんだねそこは。逆にそこはもう、うん、自分の息子だから言うっていうよりも、うん、もう好きにやって、もしサッカーやめたいなら辞めればいいし、うんうんうん、なるべくやってほしいですけど。なるほどね。はい、サッカーやめたらやめたかったらやめてもいいよってなんか理解あるパパ風に言ってますけど、吉岡コーチのお父さんは有名なサッカーのコーチでね、はい、僕もお世話になったってあれですけど。まあ、出会いがだってここよりも俺お父さんが先だから ね、 そ う、 ね、はい、そうね、サッカー一家で来てるからもうサッカーやめるなんて言ったら多分波紋ですよね。おそらくなんとかして説得するでしょう。そうですね、あ、まあね、そうね、はい、そっかそっか。じゃあ何、普段休みの日とかは何をされてんの？あ、でも子供と遊ぶことが多いですかね、うんうんうん、サッカーもやりますし、うんうん、そうですね、まあ、まあ家の中で遊んだり外に、うん、動きに行ったりとか、うんうん、まあ、いろいろはやります。なるほど。ちょっとごめんね、イメージで申し訳ないんだけど、家族こうみんなでキャンプ行くとかっていうのがなさそうに思うんだけど、あまりない。ないよね。ないよね。多分ね。家族で行くってどこ？家族全員でどっか行く？買い物？買い物、そうですね。あとまあ今上の子の方が世代なので、うん、まあ、動物園行ったりとか、うん、まあまあね、まあ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 、なんか、うん、まあ、海岸行って、うん、ちょっと貝殻拾いに行ったりとか、うん、なんか虫取り行ったりとか、うん、なんかそんな感じですか、まあ、するんだね。ライトなアウトドアみたいな。ライトなアウトドア、うん、じゃあキャンプでコテコテのやつはやらないよね、バーベキューやってる、はい、そう、なんかね、そういうイメージがない。どっちかってイメージ言っちゃっていいの俺、はい、どっちかって言ったらこう家でこうどっしり座ってる亭主関白的な、あ、飯、お茶、寝るみたいな。違う、そうでも、そうでもないですね。そうでもないんだね、はい、あ、そういうイメージがね、ずっとつきやすいというかね、頑固、頑固江戸っ子みたいな感じのね。それわざとでしょ、でね、キャラを植え付けてるでしょ。じゃないですけど。じゃない、でもそういうイメージは作れてるよね、はい、あ、なるほど、なるほどね。まああと他にですね、1点ちょっと時間ももう1個ぐらい質問できるのかな。もしねサッカーをやってなかったら何をやってたっていうのちょっと聞きたいんですよ。あ、スポーツ、あ、ごめんね、スポーツで限定しないで、いろんな活動ある。なんかそうそうそう、なんかなんか次の興味というか、もし今サッカーがなかったら俺これやってたかなっていう、なんかぼんやりこう。実は、はい、その、まあ、大学の方の専攻が、はい、考古学。考古学、はい、世界史とか社会がずっと好きで、その前から、まあ、そういうの中学校ぐらいからも世界史がずっと好きで、うん、で大学でもそういうのを勉強して、うん、実は学芸員の資格も僕持ってて。ごめんごめん、何それ、学芸員？はい、博物館だとかに働ける、うん、資格があって、で大学の時はその考古学でその遺跡の調査行ったりとか、よくあるハケでこうやったりとか、やったりとかやってたんですよ。いや、それは初めて、門谷コーチのテコンドーと同じぐらいちょっと衝撃的な。あ、なんだ、もしサッカーこういう仕事やってなかったら、うんうん、おそらくそっち側に行ってた可能性は高い。あ、え、じゃあ恐竜の化石とかもすごい興味ある。あ、興味あります。そっちで、あ、そっちもですし、そうだし、どっちかというと遺跡だとか、遺跡とかやると思うね、ほんとね、なんつうの、ピンとこないんだよね。チンギスハンとか全く違う。なんだ遺跡、あ、前方後円墳とか、あ、まあイメージそんな感じです、うんうんうん、はい、それの世界バージョン。そうです、そうです、アンコールワット、まあそういうのも好きです。た、はい、あ、世界遺産とかも好きです。なるほどね、はい、そっちの道に行ってたんじゃないかなっていう、はい、まあ結局なんだろう、神奈川県だとあんまり、うんうん、まあ、鎌倉は有名ですけど、はいはいはい、あんまり仕事がなくて、なんだろう、これに言ってないのがいいのかな、奈良とか京都だったら仕事あるよっていうふうに言われたんですか。うん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 、ちょっとなー、向こう行くのはなーと思って、で、まあいろいろ紆余曲折してて、へー、もしかしたらもう完全にサッカーがなかったとか、ただがやってなかったら、おそらくそっち側の方向で進んでた可能性は高い。なるほど、そう、よかった、なんか初めて。皆さん、いろいろそれ詳しいので聞きたいことあったらぜひ、グラウンドで聞いてください。もう本当恐竜のネタも、恐竜も入ってるから ね、 多分ね、うん、聞いてください。まあそんなんで、まあ、締めになるんですが、吉岡コーチにとってサッカーとは、別に指導じゃなくてね、サッカーとは何でしょう。生活の一部、はい、もう
まあ、壮大なことを言うともう人生そのものです、はいはい、で、まあ、昨日も実はもうサッカー試合見てたんですよ、はい、でサッカー以外のことを考えてる時間よりも、まあ、もちろん子供で遊んだりとか、はいはい、そういうのを抜きにすると、はい、まあ、大半を占めてるなと思ってて、今まあ指導の勉強だったり、まあ、サッカー見て楽しんだったりとか、まあ、もちろ ん, なんかサッカーのゲームだったり漫画だったりっていうのを、まあ、総合してみたらやっぱり人生に僕の中の人生にとってなくてはならないものになってきたなと、はい、でもしこれなくなった場合は高校生ね、高校生かわかんないですけど、でも今サッカーが本当世の中がなくなってしまって、はいはい、まあ、僕は何もできなくなったってなると、はい、もしかしたら生きてないんじゃないかなっていうレベルの、なるほど、大きいもの、それくらいってことね、その暗い大切なものなのかなと、まあ子供たちにも、まあ、このここまでっていう感じにいかないですけど、でも大切なものとして、うん、まあ、や生涯スポーツでやってってもらえれば、うん、まあ、その一部になってもらえれば幸いだなと、うん、なるほど、まあ、今考古学でねちょっとあれだけどサッカーの古い選手とかもすごい知ってるもんね、知ってます、ね、どの国でもなんかね割とすごい詳しい、はい、やっぱ勉強そういうところから興味またねそっちにつながって、はい、だから自分にとってまあサッカー人生の一部、まあ、生活の一部としてやって真剣にまあだから毎日がサッカーをねこう接してるわけだからこそどうなるわけですね。そうですね。まあまあ、まあ、分かりました。まあサッカーの一部、あの人生の一部ということでね、あの素晴らしい答えをいただきましたので、最後、吉岡校長を知ってる方、まあこれ今初めて、ね、吉岡校長知った方、いろんな方見てますので、ちょっとあの子供たちに向けてメッセージをいただきます。最後にメッセージどうぞ。はい。まあ小学生も幼稚園生も、まあキッズの子たちも、まあキッズの子たちはちょっと難しいかもしれないんですけど、幼稚園生も、今やってる時間っていうのは有限。あの時間に限りがあります、今やってるサッカー、まあ、学校生活も楽しんでください。以上です。はい、今日吉岡コーチでした。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さんいかがでしたでしょうか、吉岡コーチのこと、よく知れましたね、次回はですね、あと誰だコーチ残ってるのは、あ、まだたくさんいましたね。次回のコーチは、このコーチです。このコーチにインタビューしたいと思いますので、皆さん楽しみに待っていてください。それではまた次回まで、せーの、チャオー。